慶応義塾大学法学部政治学科3年生の横山キラです。アピールポイントは激辛料理が得意なことです。もう真っ赤なラーメンを全然咳き込むことなく食べることができます。これから本番があと1ヶ月くらいなんですけど、悔いの残らないようにこれからも頑張っていくので、皆様応援よろしくお願いします。慶応義塾大学法学部法律学科2年生の坂本奈由です。高校生まで6年間陸上をやっていたので、体力とスピード感を持って頑張ろうと思います。残りの活動期間もあと少しになりましたが、グランプリを目指して精一杯頑張ります。慶応義塾大学経済学部1年の滝沢あすみです。ヘアメイクとファッションがとても大好きです。SNS でそれについてたくさん更新しているので、ぜひ見ていただけたらなと思います。日々フォロワーさん方からのコメントやリアクションがとても楽しくて、これからも残りの期間、それを楽しみに最後まで頑張るので、ぜひ応援よろしくお願いします。慶応義塾大学文学部2年の古谷玲奈です。アピールポイントは他の誰かと比較したりとかせずに、自分の個性を最大限に生かして頑張りたいなと思っているところです。息子も残りわずかになってしまったんですけども、最後まで自分も楽しみつつ見てくださっている方も楽しませるように頑張るので、温かく守っていただけると嬉しいです。慶応義塾大学法学部政治学科2年の篠里沙子です。アピールポイントはロングの黒髪で、まだ1回も染めたことがありません。ミスコン期間はあと1ヶ月ほどですが、精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。慶応義塾大学法学部2年生の竹内恵梨香です。私のアピールポイントは笑った時にくしゃくしゃになる笑顔です。もともとコンプレックスだったんですけど、笑っていることでアピールポイントになれました。政治系のミスコンの方が多い中、結構個性派としてやっているので、これからも偽りのない自分らしさで頑張っていこうと思います。応援よろしくお願いします。モデルプレイスをご覧の皆さん、イッチ慶応ファイナリストです。横山輝です。坂本奈由です。滝沢あすみです。古谷玲奈です。篠里沙子です。竹内恵梨香です。応援よろしくお願いします。